こんにちは、セクウェイです。本日はですね、皆さん、あれやりたいと思います。あれです。なんだっけ、質問募集のね、あの回答編コーナーをやっていきたいと思います。コミュニティの方でですね、言えた俺、コミュニティの方で質問募集させていただいて、まあいっぱい来たんでやっていきたいと思います。いっぱい来たんで、まずね、皆さんに言いたいのが、コメントしてくださった方、本当ありがとうございます。一番大事なこと伝えました。で、この先で動画見てください。この一番大事なことを伝えた上で、この先動画見てください。これ大事だからね。はい、なんで大事かっていうと、まあちょっとですね、この先触れる部分がちょっとセンシティブになるかもしれないんで、まあひとまずコメント、見ていきたいと思います。こちら、まず数が見えるんですけど、見てください。質問募集からずっと右行くと、このコメント3ってついてますよね。要するにこれ3件ついてるんです。3件ね、コメントいただいたんですよ、質問の。もう率直なね、感想を言うと、ちょっと少なくない？ちょっとね、本音を言ってしまうと、ちょっと少ないなって感じはあるんですけど、まあ普通にコメントくださった方、あとこの動画見てくれてる方、少ないと思うんですけど、ありがとうございます。まあとりあえずね、見ていきたいと思います。いきましょうか。まあ少ないなと思ったんだけど、でもね、まあこの少ないからダメなのかって言われると、そういうわけじゃないから、少なくてもね、こうやってコメントしてくださる方がいるっていうのは幸せなことなんで、じゃあ見ていきましょうか。これどうやって見るの？待って、これどうやちょっと待って、見方がわかんないんだけど、これどうやって見るの？コメント、え、あれ、ちょっと待ってね。うん、わかんない。あ、これだこれだ。まず上から読んでいき、あ、4件来てるね、ありがとうございます。さあ、見ていきましょうか。一番上から。あなたは人間ですか？私は、あなたです。え、怖い怖い、何怖い、何何、急にいきなり怖いのやめてくんない？え、なんかさ、ちょっと待って。ちょっと怖いんだけど、何、どういうこと、あなたは人間ですかって。あなたは丸だよ。とりあえずね、質問答えていきますと、あなたは人間ですか、なんで、私はウーマンですね。あ、ウーマンじゃねえ、ウーマン女の人だ。続いてが、好きな歌い手さん教えてください。いや、もうこれはね、俺ね、もう王道っちゃ王道なんだけど、ちょっと言わせてほしい。あのね、あの人がめっちゃ好きで、いつも毎日聞いてるんですよ。電車の中でもね、ずっと聞いてて、まあ、誰かって言いますと、昨夜、ガチで答えますと、過去にはリリーの琴葉さんと、はるちゃさんですね。好きな東方曲は何ですか？ああ、マジか、こう来るか。東方曲か。いや、もうね、あれしかないでしょ、皆さん。あれ、いいねが欲しい。ネイティブフェイスですね。なんかピアノでね、俺知ったんですけど、めっちゃ綺麗なの、ピアノ。ぜひね、知らない方もね、めっちゃ綺麗なんで、聞いてみてくださいっていう宣伝を兼ねて、頑張ります。で、最後の質問なんですけど、アイコンは誰が書いたんですか？あ、このアイコンに関してはですね、概要欄にも貼ったりしてるんですけど、アミチさんっていう方がいまして、絵師の方、今ね、優勝の依頼、募集してるみたいなんで、いや、すごい、この方ね、めっちゃうまいの、絵が。なんかね、特にね、目の部分が、すごいね、宝石みたいにめっちゃ綺麗なんですよ。で、だんだんね、レベルアップも、画力的にね、してるって言ってるから、すごいおすすめの方です。概要欄にも貼っておくんで、ぜひね、フォローの方お願いします。あ、待って、俺もフォローして。ちょっとね、ツイッターの方を見てたら、一件だけね、来てたんで、質問答えていきたいと思います。ちょっとね、期間の方はもう過ぎてしまってるんですけど、まあ、せっかくね、くださって、俺も気づいたっていうので、まあ、答えていきたいと思います。最近作った音ゲーってありますか？音ゲーはね、俺作ったことありませんね。多分、創作運命のことなのかな？あれは多分、譜面を作るっていうのはやったことあるんですけど、音ゲー自体の、そのゲーム自体ね、作ってみたいけどね、めっちゃ。でね、そのゲーム自体はね、自分が作ったわけじゃないんで、まあ今後作ってみたいですけど、まあ、そんな感じです。いや、最後の2つめちゃめちゃ真面目に答えるじゃん、俺。